んとね、いや、シークレット教えてくれた人がいたんだよね。もうね、ユウさん出したら気絶するほどのやばいやつですよっていうことでね、ここまで行ったらみんなもう何かわかるだろうけど、いや、本当にシークレットがね、ちょっと2章あるんだよね。全部で30種類でシークレットが2種あって、そのうちの1種の方が、もうマジでやばい。おー、いや、俺もうね、聞いた瞬間にもう泣きそうになった、欲しすぎて。今日だからそのシークレットを出して、当てるからもう絶対欲しい。もうね、俺、このクオリティで、そのシークレット箱押しなんだ、これ。シークレット箱押し。シークレットはね、箱押しって書いてるんだけど、箱押しなんだわ。もう1万出してもいいわ。うん、1万。1万円で買ってもいい。ただ、一生でしおりとして使えないよね。こんなかっこいい。アクションカメラ。やばいなぁ。もうシークレット絶対出すしかない。あぁ、震える。マジで震える。まずは、信長様のね、ハサミをしおり出しましたね。織田信長のハサミを。そして、行くぞ!シークレット狙って!頼むシークレットぬるってるるるるってるシークレッティング白星し死に丸出しだ死に丸出しやったー死に丸出しだ死の次、あれ死に丸出しの死にがあるっていういつも死になくしてるのについてるぞこれ死にない方が面白かったじゃん死にねえじゃんみたいな感じのねこれどういう参考漫画なんだろうあ知るものだし、知りあるかなあるみたいな感じだから、よっと知りまりの、知りまるだしと、アクション仮面だ。あと、カンタムロボとかあるかなカンタム欲しいね。カンタムブリザイめっちゃ欲しいんだよ。あと、チョコビのワニヤマ。ただ、シークレット聞いちゃったからさ、もう俺もシークレットしか、もうね、頭にもうないんで、シークレットか、シークレットを超える。いや、でも、超えないわ。箱押しだし。シークレット箱押しなんだよ、このシリーズ。シークレット箱押し。やばくない?箱押しのシークレットだよ。ほら、スペシャルは箱押し。その2種が、なんと、いやもう、やばすぎるんだわ。うん、ちょっと待って、震える、いやもう震えてきた、想像しただけで。早く来てくれ、頼むぞ !SEC! シークレット。しんちゃーん、まあ、かわいいから、これも初だしね。しんちゃん。チョコビ持って、出てるね。しんちゃん。かわいいなぁ。しんちゃん、マジでしんちゃん、息子生まれてね、初めて分かった時、マジでこの輪郭だからね。この輪郭は本当にこういう、あれなんだよね。赤ちゃんっていうか子供の輪郭。ほんと、ぷいんってほっぺ出てんだよ。めちゃくちゃかわいい。これ、ぷいんって出てんだよね。あ、これしんちゃん、ちゃんとこれ忠実に、こんな形の顔なんて本当はないと思うじゃん。でもマジでこういう顔してんだよね。横が見るとね、忠実に再現されとったんだな、チョコビ食ってるね、白もいて。かわいいね、白も。そして、やってねえなーでもさ、全部で30種あるからね。30種。いや、でも妄想被ってもおかしくないレベルまで来てると思うんだけど、1枚も被ってない。1、2、3、4、5、6、7、8だもんね。そして、9! 行くぞ、タウンワン工事来てくれ。いや、絶対欲しい。絶対欲しい。もう1万出してもいいレベルなんだが。1万出してもいいレベルで欲しいね。ちょっとシークレットもう1万円出せるよ。マジで。頼むわシークレットシークレット来てくれ。頼むぜシークレット。あー、でも動物シリーズまだ2枚しか持ってないから。動物シリーズなかなか出ないんだよね。まあ少ないっていうのもあるんだけど、ペンギンとこれだ、猫ちゃんのやつだね。ペンギン猫ちゃん。動物シリーズ。やっと2枚目来たか。1枚も被らず。いやー、でも SEG 出したかった。くっそー、SEG 出したかった。いや、出なかったね。次回こそは SEC。ちょっと、やばい、マジこれなくなる前に絶対に出さなきゃ。てか、コンプしなきゃ。30種だからなかなかコンプ難しいと思うけど、今被ってないけど後半だったら被りまくると思うじゃん。だからそうなってくるとね、コンプ大変だと思うけど、なんとかコンプリート決めるわ。ちょ、SEC はね、楽しみにしててみんな。それでは、ではまた、あ、ブリザイはいるね、ここに。ブリザイはいるわ。カンタもいるかな?カンタも欲しいな。また次回ね。次回こそはスペシャルシークレットも最高だから。もうみんなで見ようぜ、もう。
震えてきたもん。想像するだけで、次回絶対出すから、もうちょっと待ってて、また買ってくるから、SEC でまた、次回ね、お会いしましょう。絶対 SEC 出せ。やばいよ、みんな、これ、SEC。本当に震えるよ、見たら。いやー、早く出したいな、SEC。もう1、いや、2万出してもいいかも、マジで。うん。ちょっと本物見てみないとわかんないけど、本物、このクオリティで発行してあれでしょ。ちょっと、いやー、いけるな。ちょっと、まあ、1万は余裕でいけるけど。早く出したいな、本物見たいな、次回絶対出すぞ本物。